湘南モノレール、湘南深沢ビル、湘南モノレール株式会社は、神奈川県鎌倉市に本社を置くモノレールへの島線を運営する鉄道会社である。経営競争基盤参加のみ、地乗りホールディングスが全株式を保有する同社の子会社である。懸垂式モノレール鉄道設備機器の導入、各班のために、三菱重工業、三菱電機、三菱商事、 京浜急行電鉄などが出資し、1966年4月に設立した。懸水式モノレールの技術契約を持っていた日本エアウェイ開発からの引き継ぎの事情もあり、設立時は東京都港区浜松町に東京事務所を構えていた。新幹線0系の開発に関わったことで知られる鉄道車両技術者、三木忠直は江ノ島線付設にあたって、 技師長として技術部門の指揮を取り、開業後もしばらく事業に携わっていた。江ノ島線開業当初には沿線宅地開発やマンションの建設を行ったほか、1975年、五郎には仙台市営モノレール南西線構想のあった宮城県仙台市大白区のモニワ台で不動産、開発を行うなどで現地に不動産営業所を構えていたこともある。 ただし現在不動産事業は縮小している。日本民営鉄道協会にモノレール専業事業者としては唯一加盟している。社会インフラシステムの反則を主目的として設立されつつも半世紀近くが経過、結果として地域における重要な公共交通機関としての営業が主体となっているが2015年の 株式上都まで株主構成は設立当初からほとんど変わっておらず、三菱グループが9割以上の株を保有し、歴代社長も設立当初を除き、三菱重工業出身者で占められていた。鉄道事業者の出資は、京急と西部がわずかな割合を負担しただけで、京急が開業当初の人材派遣と2018年まで、 続いていた還元会社による車両メンテナンスの一部受け置いて度の役割をしていることに止まる。そもそも京急が出資している理由は江ノ島線がかつて京急の所有していた自動車、専用道路、京浜急行線のほぼ真上に付設されているためである。2015年5月に経営競争基盤参加のみ、地のりホールディングスに三菱グループ3社が保有する。 株式を譲渡する契約が結ばれ、道のりホールディングスの参加で地域の公共交通機関としての役割を引き継ぎ、施設のバリアフリー化や利用客の増加を図るという方針が示された。2021年3月26日に湘南モノレール労働組合は賃金引上げ及び臨時給の支給を求め同年3月29日に始発から24時間ストライキを設定していた。 労働組合側は、同年3月28日に総決起集会を実施し、ストライキ実施に向けた準備を整えていたが、同年3月29日午前2時58分に、会社との交渉で打結を確認したとして、ストライキを取りやめた。なお、これらの車両に加えて、保線点検用の専用車両を有する。ありがとうございます。